Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. はい、皆様おはようございます。明るく、楽しく、元気よく、本舗三重県でございます。毎度おはようございます。あかん、飽きまへん。体重が90超えとる。久しぶりに体重計乗ったら 93.1 やった。こらあかん、こらあかん、マジであかん。90は超えたあかん、90は超えたあかんけど 93.1 やった。ここに貼って、もう毎日ここに朝の体重貼っていくようにしましょうか。いやー、焦った。ほんまに減量せなあかん。もうね、昨日ハッピーを夜に一回、あ、入るかなと思って着てみたら、こう下に履くパッチとか胸当て、まあかけり、こんなんとかもやばい。腹がこのパッチの上にダバーンって乗ってる感じ。これはあかんな。ということで、マジダイエットします。マジダイエットっていうか、減量、マジ減量トレーニングをしたいと思います。もうここで発表しておきます。これはマジでやばい、マジでやばい。ほんまにデカなった、むちゃくちゃデカなった。ゴールデンウィーク前ね、87点何倍やったんですよ。そんな食べたかな食べたな、食べた。いやー、やばいな。マジでちょっと減量します。もう一応祭りがあるならば7月の中頃なんで、まあ2ヶ月をめどにがっつりやっていきたいと思います。ただ地元のその土地土地のお弁当とか土地土地のパンとかは紹介はしていきます。ただそれは毎日ソロじゃなくて、それ以外の日は野菜やったり、もうお弁当をめっちゃちっちゃくしたりとかで、まあずーっと続けて夜は野菜を食べる。で、動く。これを徹底的にやっていきたいと思いますので、お付き合いお願いいたします。本日はですね、空です。空車です。関西空港行って作業横持ち、そっからどうなんでしょうね。わからない。まだわからない。明日はどうなるかね。ちょっと、関西空港へ行きたいと思います。感じするな。さあ、久しぶりの関西空港ですね。ほんまにこのね、ゴールデンウィーク明けとか祝日明け、連休明けっていうのはね、めちゃめちゃ荷物がね、たまりますよね。まあ、日本はね、祝日で休みでも、海外はね、別に休みじゃなかったら荷物はどんどん届いてるはずやな。まあでも止めてんのかな。止めてくれてて、昨日がっつり届いてんやったら、もう荷物は詰めた方がいいですよね。どうなんやろ。大概ね、休み明けってね、荷物がごっつい多いんですよ。ごっつい多すぎて、なかなか出てけへん状態になってしまうんですよね。まあ、どんどん動きましょう。どんどん動いて、体脂肪を減らさないと。体脂肪？脂肪？減量しないと。皆様も一緒に減量をやろうじゃないかっていう方は、やりましょうよ、一緒に一緒にやりましょうよ、減量企画。ツイッターに体重乗っけて今朝の体重これですとか言って、一緒にやりましょうよ。どんどんどっちの減量企画2ヶ月一緒にやりましょうよ。
みんなで減量したい方もやりましょうよ。まあ、体重乗っけるのはね、恥ずかしいとかあれならばね、せといて、今日はどんな運動しました、今日はどんだけ動きました、今日はこんなものを食べましたっていうのをね、毎日やっていってもいいんじゃないですか。こうね、皆様の目があればね、とか言いながらサボってたわ。ほんまにあかん。今まで体重とか乗っけてなかったからね、今回はほんまに体重乗っけてちゃんとやっていきましょう。まあまあ、とりあえずネットとか見てても1日100回は腹筋せなあかんって書いてあった。無理のない腹筋をしてくださいって書いてあった。初めはこの雨が斜めのベターっていった状態から上がってたら負荷かかりすぎるから、斜めの状態からゆっくり腹筋をするって書いてあった。やばいな、ほんまに体が動かんな、これ。30回やったら腹がピキピキ言うとるな。もう腹が驚いてるわ。ピキ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 ってなってるわ。よし、こうやってちょっとずつでも続けていこう。で、1日1万歩ですね。あの1万歩歩いたかどうかはサイトのやつをポーンと乗っけようと思います。転写してね、こんな感じですっていうのね。あー、めかい、たまらんな、マジで。よし、今日は作業前にもご飯を食べとくということで、いただきます。今日もシンプルにこんだけ、超少ないけどいいの、うまっ。うん、しっかり噛んで食べよう。青ジール、あー、ごちそうさまでした。よし、これで十分。おまじないみたいになってるわ。これで十分。よし、腹いっぱい、ごちそうさまです。さあ、終了です。関空で作業しただけ、作業して酔い済みしただけ。今日はね、もう横持ちも行ってませんやけど、やっぱし昼間あのお弁当だけやったらめちゃめちゃお腹減る、マジで。ただこのお腹減ってるっていう現象がいいらしくて、これがサプリメント減量のサプリメントらしいから、ちょっとこれで頑張りたいと思います。
さあ、とりあえず車庫へ戻りましょう。さあ、車庫に帰ってきました。車庫に帰ってきてしまいました。今日はですね、作業しただけですね。まあこんな日もあるでしょう。休み明けやからね、忙しいかなと思ったらそうでもなかった。やっぱし荷物止めてたみたいですね。まあ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 、今日の夕方から明日にかけてと、この土日の明けの月曜日がめちゃめちゃ忙しくなると思います。僕はですね、今からまだ今日は5800歩ぐらいしか歩いてないんで、あと4200歩歩きたいと思います。歩いて今日のノルマは達成したいと思います。そして明日の朝の体重計を楽しみにしたいと思います。なんかほんまに減量しよう。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。おおきに。